どうもピーピーでーす。続いてご飯食べてきました。たー、美味しかった。タイの刺身を切って卵黄と醤油とめんつゆにつけて青じそを乗せて食べるというやつです。さあ、なんだ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 、あ、今のなんたら戦隊のなんかレッドなりグリーンなりじゃない？あ、当たっちゃった。おっと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 、おっとっと、どこで防御だ、ここか。どういうこと？量産型って名前になってる。要は過去に倒したボスとかが出てくるってことかな。あ、ちゃんと防御できるのこれ。 OK。 でもその時のボスよりは弱くなってるかな。倒した。てことはこっからは過去のボスとの戦いみたいになるんかな。あー、なるほど、これに乗ればあれが取れるのか。ここら辺のものは取った方が良さそうな気がするんだよな。あー、やだ、皆さん戦ってくるのでちょっと待ってて。あー、お待たせー、倒しました。オーケーオーケー。あ、全部全回復とかか。じゃああんまり宝箱にはこだわりすぎないで行った方がいいんじゃないかな。はい。あ、当たっちゃった。量産型との戦いが根性アップ。あー、でもこれレンジャーたちだ。これはさっきの人たちとは色違いだな。さて、ジャンプか、ジャンプで進むか。ジャンプで進まないとダメか。どうすればいい。ここか、違うか、あっちに行くのか。単純によいしょっと。さて、またコンベヤー流れてきた。ちょっと待てよ、打撃で戦うのがいいんだとしたらついにクッパ登場かな。ここら辺はもう物理で殴りまくる方がいいような気がするな。よいしょ。ここはあれだな、ボスと戦えってことだな、歴代の。おお、またお前とも戦うかい。もう戦わないよ、無視していっちゃう。危ない危ない危ない。アクションシーンだ、ここは。あー、テレサがいるな。でもまあごめんね、ちょっとフラワーポイントを使いたくないもんで。ロイヤルシロップ、オッケーオッケー。でかいね、フラワーを回復できるものをちょっと欲しいんだよ今は。あー、難しいアクションだなこれ。よし、これ乗るんかな。あー、そういうこと。ひとまずいいか、こっち行って。何が正しいかわかんねえ、何が正しいかわかんねえな。これの先には、あ、なるほど、これは取っといた方が良さそうだ。よいしょ、ウルトラキノコか。まあ、回復はね、ウルトラキノコがちょっとダブついてる気もするから、一回ウルトラキノコ使っていくのもありだな。アイテムの数が今どのくらいだ。あー、まあまだいいか。ウルトラキノコ5個もあるけど、なかなか戦闘中には使えないからね。よし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 。テレサは適当に避けつつ、あんまりこう、あー、立ちた。でもまあこのくらいのペースだったらいい。ちょっと OK、まあ、ここでちょっと打撃のクッパをどんどん使っていくって感じだな。で、進む。はいはいはい。なんか落ちてくるのか、誰か。なんか来ちゃった。あー、こいつあれか。あー、当たっちゃったよ。なんだよ、
こいつ、あー、あったな、こんなのが。使えなくなるやつね。めんどくせえから早く倒したいな。よいしょっと。結構な HP だな。よいしょっと。おやすみ野郎来ちゃった。あー、寝ちゃうのね。まあ、A ボタンさえ使えれば基本的には悪くはないかな。基本的に普通の打撃で倒しちゃいたいんだよな。あー、HP 強え。 X がダメ。大丈夫、 X だったらいい。 A さえ潰れなければ今はいいや。強いな、全然倒せない。電撃クッパが食らう。まあ大丈夫でしょう。あ、マリオ起きた。あ、起きてないや。でもマリオ起こすためにピーチの回復魔法を使いたくないんだよね、気持ち的に。あ、倒した倒した、よしよしよし。あ、この散り方はなんかこいつはボスだったんかな。普通に量産型という名前ではあるけど、こいつとは必ず当たるんだったんかな。うわ、違うんかい。もう一回当たった。言えないよね。さあ来た、氷玉。マリオのレベルアップ、打撃の職人、そしてマロのレベルアップ、魔法の職人。さあこの状態でいけいけ。よいしょっと。あ、またこんなんしてるよ。あ、そういうこと。あはは、下手だった。また戦わなきゃいけなくなっちゃった。さらに頑張っていく。あ、ちょいちょい、ベベ。よいしょっと、オッケー。あー、ナイス、セーブポイントありがてえ。まあね、やっぱりちょっと優しい設計だね、こういうところにセーブポイントがあるのはね。さて今度はなんだ、これは何なんだろうな。無視無視無視だ。これ強かったやつだ。いろんなボスが嫌がるぜ。キノコで回復、フラワーでフラワーポイント増える。ん、あ、これはここで終わり。先ないね。戦いますか。あ、違う違う、お前じゃねえよ。誰だよ、逃げんのかよ。結果誰だよ。ドッペル、ドッペルめっちゃ攻撃通るな。さてじゃああいつと戦いますか。よいしょ。本当かな、こいつと戦うっていうのがポイントなんかな。どんどん攻撃通していく。ナイス、倒した。これでいいのかな、ちょっとこれが分かんないね。倒したけど、まあ昔はねかなり苦戦した敵でしたけど。 IG のレベルアップ、 HP 上げていく。おお、できた、破壊できた。よし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 。なんかすごいやつが出てきたな。ドルトリンク、ギヒヒヒ。見ろよ、カモがネギショットやってきたぜ。そんなボス戦になるなら言ってくれよ。ヒャヒャヒャ、メーテルリンク。え、青い鳥描いたベルギーの作家じゃん、メーテルリンク。ちょうど暇を持て余したところよ。ちょっと遊んであげるとするかね。なるほど、面白いじゃねえか。じゃあさ、もう今もらったこともあるからさ、コンペイトを使ってみようぜ。くらえ、コンペイト。どういうものなの、コンペイトとは。あー、かわいい、星がいっぱい。あ、200くらってる。あー、しかももう1個出た。強いじゃん、コンペイト。ドリルクロー、こっちが結構あれかな、武力系かな。どっちかって言ったらなんかこいつの方が厄介そうだな。魔法を使ってきそうだもん。こっちから倒すか。ほら、やっぱり暗闇ブルブルで状態異常とかなるでしょ、きっと。こうなると思ったんだよ。こっちからだな。基本的にはコンペイトとかは、まあ FP がない時とか、まあ、強力な全体攻撃を持ってない人が使うっていうのがいいのかな。
あと200って固定ダメージっぽいから結構攻撃が通りづらいやつとかにも使えるかもしれないね。まずはこっちの魔法系のやつを倒して、思ったよりやるじゃねえか。こうなったらまとめて痛めつけてやる。どうしたどうした。おっと、話が変わってきた。行くぜ。おー、合体してるんじゃない。なんかツインファミコンみたいな。ドルトリンクとアースリンク。なるほどね、話が変わってきた。どっちかな。ドルトリンクからいくか。この恐怖状態がちょっともったいないので、来た来た来た、強い。何、しまった。思ったよりもやばいな、毒。うわ、アースリンク強。やばい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 、結構やばいぞ。しっかり考えなきゃ。そして復活ドリンクここで使っちゃうのか。ピーチが倒れるとはな、思わんかった。ピーチが戻る。当たりが出たのでもう一個はめちゃくちゃありがたい。マリオ生き延びてくれでもう願うしかないな。アースリンクから行くべきかもしんないな、これ。ちょっとアースリンクにするか。こっちから倒すか。で、ああ、よかった、回ってきた。みんな元気になれで、恐怖状態も直す。OK。もう、これ、この打撃に関しては、いいけど、こいつ強っ。とにかくこいつを行かないと。クッパとマリオの打撃強2人が頑張って、ピーチが頑張る。回復していく。よし、防御できた。噛みつき。あー、タイミングわかんねえ。いやー、もう嫌で、やめてほしい。マリオの方が強い。打撃をマリオに捧げて、復活ドリンクがない。あー、ピーチがいれば大丈夫と思ってたから復活ドリンクをあんま買ってなかったんだよな。復活ドリンクはあんまりもらえねえもんな。あー、ピーチやめて。おの、アイス防御。よし、こいつ強えな。倒せんのかこいつ。おっと、なんだこりゃ。毒。うわ、毒の攻撃とは思えない強さ。打撃として強い。普通なかなかだな。今のところまあ致命傷は負ってないが、これ毒がやべえんだよな。おお、食らってる。しょうがねえ、ちょっとウルトラファイヤーあたり打っていくか。 FP もね回復できるだろう、あとで。こっちはメガクッパプレスはね、あんまりだったんだよな。一回打つか、メガクッパプレス。ボタン連だけ、まあまあ効いてるか。でもで、みんな元気になあれで、結構総力戦だな。お、なんかタイミング良かったっぽいな今。ちょろろんって音がした。うわー、食らう。そろそろじゃないのこっち。ダメか、厳しいな。こっちからは倒せないとか、そんなことないよな。オッケー、これで治るでしょ。おっと、毒。おっと、あー倒れちゃった。しょうがない、メガクッパプレスをすると足りなくなっちゃうから。まさかのクッパがメープルシロップを使う係になろう。そしてピーチがオネカムさんしていく。どのタイミングか分かんないけど、これが来たタイミングじゃなかったんでね、この星が上がりきったタイミングとかで押せばいいんかな。なんか全開して戻ってくるみたいなことがありそうだよね、タイミングよければ。噛みつき。おーしよし、オッケーオッケーオッケー。噛みつきがめっちゃ強いんだよね。よし、ウルトラファイヤ
この当たり判定あるやつがさ、上から倒さないと倒せないみたいなのだけやめてほしいよ。下全然だな。もう上からしか行けないんかと思ってしまうんだけど、俺。もう上から行くか、リアルに。何がリアルかわかんないけど。最後まで大回復のタイミングわからず。うわ、強っ。危な。ひとまず、上にも攻撃当たるようにして、下にも当てていって、なんとかするしかないな。全然倒れん。メガクッパプレス。おら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 。聞いてはいるはずなんだが、って感じだね。だがって感じ。うん、ナイス防御。うほー、メープルシロップ。メガクッパプレス。いけ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 やっぱり上からしか行けなかったんかな。めっちゃ下殴っちゃったよ。強すぎると思ったもん。あ、怖い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 。これで行けってことでしょ。ちょっと待ってね。回復した方がいいね。お、全開してる。ありがてえ。よいしょ。ちょっとボス戦に備えてジーノを呼んどくか。ジーノ。よし。あれ？ここ、あれ？ここって、あ、下か。こっちか。これだよね。これ、あれ違う。あれ、あ、こっちか。なんだこれ、工場じゃん。係長、工場では順調に生産が進んでるようだな。ケンゾール、ユミンパ、ヤリドビッヒ、そしてオノフォースはやられてしまったが、この分だと新たなカジオ軍団ができる日もそう遠くはないな。あ、新たなカジオ軍団？ほら、そんな旗迷惑なものを作るのはやめてください。なんだお前たちは。聞いて驚け。このお方はかの有名なマリオさんだぞ。どうだ参ったか。そんな物騒なことは止めないと、やめないとかな。マリオさんがお仕置きしちゃうぞ。何をしゃらくさい。トン、行け。そしてマリオを倒すのだ。こいつらはトンか。やってくれ。こいつは、ボスなのか？ボスかどうかを、俺が確かめる。G の勝った。なんだいシャラクセー、ただの雑魚じゃねえかよ。ビビらせやがって。あれ？これ本当に G のカッターするまでもなく普通に倒せるやつ？あ、そんな強くなかった。G のカッターもったいなかったな。だいぶ。これで、しまいだ。おりゃこんな兵力では我が軍は倒せないぞ。ならば私が相手だ。そうね。かかってきなさい。なるほど。どうしたもんかな。どれだけ強いかわかんねえけど、まあ G のウェーブでもかけておくか。G のウェーブ。OK。周りの雑魚は、ピーチがやっつけてくれるよ。ヒステリックボーム！うらら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 基本期間。おっとっと、なかなか強い。マリオは、そうだな。こっちに集中してもらうか。G のウェーブもいいが、いや、G のウェーブだな。G のウェーブ。OK、アタックアップ、ディフェンスアップで、じゃピーチは、惜しげもなく、ヒステリックボムで、ザコを粉砕してくれ。オッケー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 。あれ、そっちが先？係長強くない。もう強くないなら強くないって言ってよ。オッケー、倒した。ああ、どうだ、思い知ったか。まあ、マロは控えてたんやけどね。この奥に武器を作り出す工場があるみたいですね。さあ、行きましょう。
さてと、フラワーも全開する。あ、ボス戦の後は全開か。ありがたいな。あれでこのスイッチは何でしょう。踏んでみますね。もうマロちょっと独断と偏見で何も起こりませんね。あーマロん、マリオさんどうしたんです。分かった、新手のギャグでしょう。でも面白くないですよ。マロちゃん今そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。わーわーわー、助けてマリオさん、かわいいよ。危ない危ない、大丈夫マロ。あー怖かった。どうやら緑色のスイッチを押すとクレーンが動くみたいですね。マリオさん、あ、キノピオ、はあはあ、やっと追いつきました。どっからついてきたのよ。今度は僕がマリオさんのお役に立ちます。ピーチ、姫いること知らんのか。ごめんなさい、大臣、あなたたちは黙って出てきたけど、あ、そういえばそうだね、パラソルで出てきたんだ。メリーポピンズしちゃうんだね。私も願い事の叶う元のワールドに戻したいのだから、こうやってマリオたちと一緒に。姫、そうですよね、これで僕もマリオさんだけじゃなくて姫のお役にまで立てるんですから、ここまで来た甲斐があるってもんです。でもあなたが、とりあえず持てるだけ持ってきました。さあどれになさいます。お、アイテムくれるってことね。ありがてえ。復活ドリンクだろう、さすがにこれ安っ。もう持てないか。売るわアイテム。復活ドリンクがめちゃくちゃ大事だってことが分かったから。タネって何？敵単体に恐怖攻撃か。キノコだな、いらねえの。メイプル、ロイヤル、復活がめちゃくちゃ必要だと俺は思っちゃったな。リフレッシュオールとジュースが入れ替えられるんだったらオール1個買っておけばいいよね。復活買って、お金なんていっぱいあるんだから、もうお金は関係なくて、リフレッシュジュースを売り払ってこれをオールに変えといた方がいいでしょ。メイプル難しいね。でも復活ドリンクがないと死ぬと思うんだよな。これでいっぱいだな。 OK、 これでいい。そしてこれは僕からです。コンペイトーって言われた。ちょっと待ってちょっとね、その限界まで買っちゃうんだよ人は、こういう時に。ごめんな、これビビリ玉かな。いらんのはボスに聞くか分かんないからね。聞くんだったらごめんって感じで、こうビビリ玉を放置する。ありがとう姫。マリオさんあとちょっとですよね、頑張りましょう。やっぱあとちょっとなんだな。とりあえず持てるだけ持ってきました。ああここでもう一回帰るのか。すまんすまん、ありがとう。大丈夫、行くぜ。オーラ、また敵が。報告します、課長殿、新型ツッツンは順調に出来上がっているようであります。課長殿、生産は予定より 30% 順調です。課長殿、これで梶王様に褒めてもらえますね。うむうむ、我々が頑張れば頑張っただけ梶王軍団はどんどん強くなる。そしてこの武器工場でどんどん生産された武器たちがあのマリオワールドを埋め尽くして梶王様のものとなるところを思い浮かべてみようではないか。今ちょっとごめんなさい、目の前に蚊が飛んでたんでちょっと怖くなっちゃった。うっとりー、ここら貴様ら勝手なことを抜かせてない。マリオワールドを支配するのはこの大魔王クッパ様だ。みんなやっぱりその名前にマリオがついてることはしょうがないと思ってんから、お前らごときに勝手なことはさせんぞ。お前はマリオ、ケンゾール新潟やヤリドビヒマーク2を倒したというのか。あ、やっぱりあいつらとは戦う運命だったんだね。いやマリオじゃなくて我が輩が主役なんだって言えば。マリオ覚悟しろ、我が輩を無視するな。よいしょ、バトル。なるほどね、ここはあんまり強くなかったことを考えて G のブラストかな。これはこういうもので攻撃です。おっとっとっと、ナイス防御。こいつ分かりやすい、振りがでかくて。おっとっとっと、そんなに連続ではやめてほしい。ヒスボム行きますか。スペシャル技を略して言いがち、ピーチだけ。よしよしよし、これで戦いやすくなったってもんよ。さっきのなんだっけ、課長だっけ、係長だっけの感じを見るとそんなに強くは、あらららら、
ないからねって言おうと思ったんだけど、もう課長から殴ろう。これはこいつを倒せば終わりだろう、おそらく。あ、終わんなかった。そういうことじゃないのね。ディフェンスアップ、ありがとうございます。ああ、そんな攻撃があるとは。よいしょ、よいしょっと。そしてこれでしまいだーい。まあボス戦とは言っても全然大丈夫って感じだな。クッパ、なぜみんなマリオマリオと言うのだろう。我が輩のアートはとっても悲しい。大魔王クッパ、心の歌を読んだ、励まされた。でこれでまた全開してるのか。じゃあやっぱりあれだね、スペシャル技はどんどん使って大丈夫だね。さあ次は、ちょっとあなたがこの工場の責任者なの？あなたたち武器が襲ってきたおかげで私たちの世界はめちゃめちゃよ。もうこんなことはやめて。うちのメンバーが一人一人出てくる感じだね。部長、それはできない。カジオ様に逆らおうとする異物は排除されねばならない。は、排除？そんな脅しなんか怖くないわよ。私にはマリオがいるんだから。これより異物を排除する。すべてはカジオ様のために。もうロボットじゃん。考え方がロボット、セリフがロボットだよ。爆弾ゴロゴロ、やべえやつだな。98、結構食らうね。あららら、ちょっと心が乱れた。恐怖状態？あららら、話が随分違うね。これは一回 G のウェーブでもいいかもしれない。 G のウェーブ、どうせね全回復するんだろこの後。じゃあもう惜しみなく使うよ。愛を惜しみなく降り注ぐわ。まずは元気になれ、状態回復。そしてマリオはウルトラファイヤー、よいしょー、ダラララライ。 G のウェーブがかかった状態でのウルトラファイヤーを食らえー、それー、オッケー、根性アップ、防御力が上がった、気迫アップ、気迫も上がった、攻撃力が上がった。まあめんどくさい状態だけどね、 G のウェーブをかけるよりはもう G のは普通に一発の攻撃を増やした方がいいかな。ピーチももう殴っていく。おーし、ナイス防御。マリオも普通に殴っていく、いくいく。回復してきたか。なかなかめんどくさいけどもう守っていくしかない。こいつらが出てきたときはそうだな、もう、G のブラストで惜しみなく FP を使っていく。でマリオに打撃をさせて OK、 いいよいいよ、 OK、 ナイス防御。ピーチも言ってしまえばもうヒズボムじゃないですか。それこそもう単体攻撃じゃないけどこっちの方がセンスよりは食らうだろうということで。ああ、そうでもなかったな、食らっちゃった。マリオが叩く。うーん、回復が早いな向こうの。じゃあまたしても G のブラスト、 G のブラスト。でもあれだね、ちょっとフラワーポイントがなくなってきてるから打撃に切り替えた方がいいかもしれない。ナイス防御。相手はね、根性アップと気迫アップでだいぶダメージを軽減できるようになってるから。いやー、うざったいね。でもここまで来たらもう缶を無視して部長に攻撃して終わらせるかな、この試合を。 FP を回復したくない。今 FP がだいぶ少ないでしょ。7だよね。うん、回復のためにも取っといて、攻撃はもう、部長単体。削れーい。ほら。オッケー。あとは君たちを料理するまでよ。めっちゃ恐怖状態になっちゃった。でも大丈夫。後で全回復するの知ってるから、料理してってやるぜ。オレイ。一人ずつ順番じゃ。マリオのハンマーを食らえ。おれい。強っ。400って。
恐怖のワンスアゲイン、すまんな。ここで君には散ってもらおう。よいしょっと。ジーノの攻撃が一撃で倒れなくとも後ろに控えし、ピーチがいるぜ。おりゃーい、よっしゃーい、やってやったぜ。さあこれでわかったわね。さあマリオ、あんな人たちにはさっさと私たちの世界からご退場を願うことにしましょう。めっちゃ怒ってるピーチ、かわいいな。セーブポイント来ましたね。さあ皆さん、そろそろお別れの時間が来たようです。もういよいよ最終局面ですね。それでは次回ラスボス手前くらいまで行くんかな。頑張っていきましょう。この先にスターロードの復活が待っています。それではまた次回。 See you!